です。移動中よ。目標地は？皆さん気をつけましょうね。地上に到着しました。シフティがつなぎます。ダメだと思うわよ。主演が通信網を全部遮断したから。この作戦、単なる作戦ではないわ。そうよ。これはいわば秘密作戦なのよ。怪しいわ。特定のラプちゃんを捕獲しろと言っていましたが、そんなことできるんですか？そのための分隊だもの。私とユニはとりあえず移動する。ポイントまで案内するわ。落ち着いていきましょうか。解除完了。急いで装填するわ。リロードシステム実施。全身全霊を捧げて癒してあげる。この風がどうか勝利をもたらしてくれますよ。みんなの力を合わせてみましょうか。準備できたらもう一回。わあ、勝ちました。さすがです、指揮官。水晶戦闘力、ログインで何か得られるのが、あの区間のがあるから、まあ、ログインはして、力をちょっと上げないといけないよね。お呼びでしょうか。水晶戦闘力、我慢してる場合は、はい。あ、これが3の 2? あ、違う、敵じゃねえわ。これ3の 2? 目標地点に移動します。敵が向かってきます。この戦闘力って何だ。3200、まだ耐えられるけど、多分後半になって耐えられなくなったら一旦終わりでいいんじゃないかな。もうしょうがないと思うわ。ことはありません。私が解決してあげましょう。準備できたらもう一回。前進。この風が前方に向け爆撃開始。もっと早く、もっと強く、休むことなく撃つのです。
3の10まであるみたいなもんね。これ水晶が3700だから3もクリアできるね。うん、はい、終わった。うさぎさん、まあ、王とは楽だね。まあいいと思う。ちょっとずつやって、ちょっとずつログインの何か、あの7日間のやつを取るのが大事だと思うから、それ以外のなんかミッションがあった気がするんだけど、まあ取れなかったら取れないで、もうそれは取れないよね。で、起動中よ。これさ、どういうのかな。目標地点に移動します。まあ皆さん気をつけましょうね。あのさ、赤いやつが敵だけで、青いやつはストーリーも入ってるってことなのかね、これね、多分ね。まあ、毎日コツコツやってって感じだ。一週間後のログインをもらうために。その間に、あの、基地の、ここから、昇進素材をいっぱい取って、昇進か、レベルアネスタイ取って、上げとかないと、多分、持ちこたえられない。チャプター3、3章です、多分3章。10まであるみたいだけど、タブまで入れればあれだけど。この風がどうか勝利をもたらして、みんなの力を合わせてみましょうか。とあと解放される機能で、次の作戦区域に移動します。6人目以降は簡単にレベル上げられるの？本当なの？あ、まあいいや。とりあえず。あとイベントもなんか一番マックスなところが1万2000だかなんだか、そんな戦闘力でもあるから、イベント、今後のね、イベント対策も兼ねて。今回のイベントができないのがきついよね。ホライタワー。目標地点に戦闘を始めるわ。ホライタワーって何？まあ1週間ちょっとずつでいいから進めて。現在のイベントで配布キャラとか取れんのこれ。まあしょうがないよねそれは。気をつけてください。デイバイデイってのは5月までやるイベントで、フリパティって持ってるやつ取れるやつだから、そこまでこの子取れるやつだから、もうそこまで真剣にやんなくても重ねるだけだから、僕の場合は半年間期間がある。普通の1週間ログインだけは、あのガチャ式とか育成素材あるから取った方がいいと思う。命令することはありますか。ラジャ光線に突入します。本章からストーリーがなくなったの、まあ嬉しいけどさ、ストーリーがこんななくなるの。ストーリーがこんなになくなるの、あら嬉しいけどさ。そんなに急かしちゃダメよ。気の早い。でも多分どこかで詰まると思う。いや、目的地を。イベントが1万2000とかなんかあったような気がするんだけど。戦闘推奨戦闘力。銃で撃たれましたから。大丈夫よ。好きなのに痛めつけられるの。
募集チケットとかが入るみたいだね。1の10が14800推奨だから、あら、まあ5000ってだいたい1の5までしかいけない ね、 まあ初めてのイベントだから触りでやってもいいけど、まあ、アークナイツもそうだったもんな。アークナイツもこれ終わったらちょっと触りでやってもいいかも。1のアークナイツもそうだったよ。当時最初のイベの、先方いなさすぎてスカジ使ってたな。スカジじゃねえや。スカジじゃねえ。気持ちだけ受け取るわ。とね、馬をモチーフにした人の配布使ってたわ。うん、名前忘れたけど。でもそいつワンブロだったっていうね。ワンブロだったから本当は使いづらいっていうな。技使う時だけツーブロになるってね。ツーブロックになるっていう。グラニか、グラニ。あったかってキャラ使ってたわ。その時のイベントは全部クリアできなかったね。うん、初めの方しかクリアできなかったわ。ここ周回してたわ。うん、その後まあどれも普通にクリアできるようになったけど、14,800、15,000ぐらい必要だみたいだね。その1の10マックスまで、まあ、多分1週間もないと思うからね。まあ1の4から1の5ぐらいまでいけばいいんじゃない。うん、で次のイベントがまあ3、4回ぐらいやってイベントも全部いけるような感じまで体制作れれば一番いいんじゃない。まあ、超スローペースでいいから焦らなくていい。みんなの力を合わせればとりあえずあるキャラ使って、まあ持ってるキャラをどう活用するかだからね。俺の場合はうん豪華メンバー組めないからね。野球でいう FA でなんかかき集めて豪華メンバーお金の力でかき集めるとかそういうのじゃないからね。指揮官お命令を。3の5